うん、俺たち10人で箱根を目指す。箱根駅伝を見に行くわけですか。俺はみんなの性格、足を見てきた。可能性は十分にある。無理です、素人が。少なくとも僕には絶対無理。出られるわけねえだろ。たとえ素人でも自分の力を引き出す情熱があれば走ることはできるんだって。箱根駅伝はこんな甘いことやってて出られるところじゃないんだ。なんだよお前。速さだけじゃダメだ、そんなものは虚しい。それを忘れちゃダメだ。そいつ高校時代監督を殴って俺たちの最後の1年を棒に振ったんですよ。知ってるよ。配信も止まれ。私はやはり医者として危険を進めるほかないのよ。代わりを探してくれよ。長距離選手に対する一番の褒め言葉って何だと思う？早いじゃないんですか？俺は強いだと思う。負けたくないんだったら絶対に認めない。怖くてもかっこ悪くてもいいから。俺たちは掴んだ人生を変える一歩を。このメンバーで助けをつなぐ、それが俺の夢だ。風が強く吹いている。